本日はバーガーキングでワッパーチーズジュニアを購入したので食べていきたいと思います。こちらも王道ですね。ワッパージュニアウィズチーズってところで、ワッパージュニアにチーズが乗ってますってところですね。まあ言ってしまえばチーズバーガーみたいなもんですよね。まあジュニアなんでちょっと小ぶりなんですけど、普通のハンバーガーと同じぐらいなんで、普通のバーガー、ハンバーガーのチーズバーガーみたいな感じですね。あとりあえず、ちょっと切ってきますかね、半分に。いや、やっぱりもう、ジュニアでも普通のハンバーガーぐらいあるっていうのがいいですよね、やっぱり。というところで、半分にしてみたんですけど。あ、美味しそうですね、やっぱり。この、色とりどりの緑と赤と黄色っていうところで、ちゃんと揃ってますね。チーズの黄色が美味しそうですし、肉の茶色もありますしね。トマトとレタスがですね、また美味しそうです。本当に王道って感じですね。それでちょっといただきたいと思います。ワッパーチーズジュニアですね。うん、本当に王道の味ですね。かといってやっぱり普通に、美味しいですからね。やっぱ王道で美味しいっていうのはやっぱすごいですよね。全然普通のチーズバーガーなんですけど、レタスとトマトとチーズですね。まあ、肉のバランスもいいですしね。まあ、全体的にバーガーキングにしては小ぶりなんですけど、普通のチーズバーガーぐらいあるんで、全然問題ないですね。やっぱ野菜が取れるのもいいですしね、この感じもですね。うん、美味しいですね。王道の味でやっぱりここまで美味しいっていうのはいいですよ。うん、まあちょっとジュニアなんでちっちゃいんでちょっと残念なんですけど、まあ、それにしても結構ボリュームありますからね。野菜とレタスと、まあ、トマトとレタスとチーズですよね。で、肉もちゃんとあってというところで、ね、本当に美味しいですよ。ちゃんとしっかりしてますね、これね。ジュニアですけど。まあ、さすがバーガーキングですよ。美味しいですよ。うん。肉のもしっかりしてますね、本当に。普通にワッパーに比べてやっぱちっちゃいんですけど、まあでもやっぱ美味しいですからね、普通に。美味しさは小さくても味は変わらずの、さすがのバーガーキングですよ。いいですね、ワッパージュニア。美味しいですよ。本当にバランスよくちっちゃくしてる感じですからね。味は変わらずということで、いいですね、本当に。ジュニアになってもってことですけど。うん、普通ジュニアだと劣化しちゃったりしますからね。そこちゃんと変わらずってのはすごいですよ。というところで本日は、バーガーキングのワッパージュニアのウィズチーズというところで、ワッパーチーズジュニアですね。こちらをいただきました。今なら500円で、2個で500円のセールやってますので、おすすめですね。以上です。ご視聴ありがとうございました。